はい、どうもペンさんです。この動画ですね、僕が過去8乗っててね、最高に滑った話についてね、していきたいと思います。この話2年以上前です。僕がね、2014年の9月に8乗車してから約1ヶ月ぐらい後のことね、10月ぐらいに僕実家に帰ったんですよ。実家は宮城なんですけど、宮城に帰りましたと。そこまでは良かったんですよ。そこまでは。で、そこから宮城から僕千葉なんで、千葉に帰る際ですよね。最終給油スポットが福島県の、北の方にある相馬ってとこなんですよね。で、相馬ってとこで給油した後に、帰ったんですけど、僕そこの給油したところセルフ でめっちゃ緊張してたんですよ。僕8で長距離ドライブするの初めて で高速乗るのも初めてだったんですよね。行きは下道で帰ったんで、そんな状態だったんで、結構緊張してまして、給油口の給油キャップあるじゃないですか、それ付け忘れちゃったんですよ。こんな状態ですよ。こんな状態で、相馬から、約250キロぐらいかな、ずっと給油口プラプラの状態で走ってちゃって、ね、もうやばいじゃないですか、もうそんなの。でもその時雨降ってなかったんですよね。だからそれが助かったなと思って、それ雨降ってたらやばかったっすね。それに走ってる時に気づかないっていう、この僕のバカさ加減、アホっすよね。本当もう本当ダサかったっすわ、あの時。で、なんだっけ、高速降りてから交差点とかで止まるじゃないですか、信号待ちとかで。で、やたら注目されるなとか思ってたんですよ。僕最初8あんま乗り慣れてなかったんで、単純に珍しいのかなと思ってたんですよ、その時はね。でも実際、あ、これかと、ついてからね、見て車のね周りを開いてんすもん。おかしいんすよね、マジで。だからね、本当もう血相かきましたね。だって250キロぐらいの間ずっと滑り続けてたってことじゃないですか。単純に考えて恐ろしいことじゃないですか、本当に。いや、もう滑り倒しましたもん、あの時は。だからあなたもね、ガソスターよく使うと思うんですけど、給油キャップ、付け忘れのないようにねしてください。僕みたいに滑っちゃうんで、はい、ほんと気をつけてください。はい、ということなんで、この僕がね、8に乗ってて過去最高に滑り倒した話はね、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。